島の障害者県ナンバー39番シンガポールのルーカス・ポンダスです。レースを決めますのはボスニア・ヘルセゴビナのエディン・ブランコニッチです。2番手からオーストラリア・キアノ・グランネが続いています。3番手追走しますのはロシアのミリス・アイダクちゃん、ミリス・アイダクちゃんが3番手で、4番手からイギリスのジョシュ・チータが4番手。依然として縦一本棒、展開全く変わっていません。動きがありませんが、そろそろ中国のニン・シーが5番手今上がっているようです。リンク約13周半の 1100m、 まもなく折り返しを迎えようとする。この辺りから2番手内を作って、オーストラリアギアヌ・グランメンが先頭だった。ギアヌ・グランメンが先頭、この動きに遅れまいとデニス・アイラクちゃん、ロシアが2番手ついてきました。先行していました、ロシア・ヘルセゴビナ、エディン・グランコビッチが交代しています。全体第1戦はイギリスのジョシュ・チータムが3番手上がって、さらに4番手中国のニンシーが9番の4番手上がっています。 SRC 予選残りは遠い4週間、4週近辺トップグループ5人です。トップグループ5人の争い、ここから2人しか勝ち上がりません。5分の2の戦いの上位争い、残り周回数が少なくなっています。10番で先頭になったオーサイア、キアヌ・グランデ、キアヌ・グランデ先頭、中央来ました、来ました、外は外、使ってニンシーが来ました。170番中国ニンシーが上がっています。3番から2番で先頭を変わるトップ、トップはロシアのデニス・アイラクちゃん、デニス・アイラクちゃん先頭、中国ニンシーが2番でレースは残り中、外からロングスパート、一気に5番から抜き去った最後に行くのが逆転、中国のニンシーです。中国のニンシー、ロシアのデニス・アイラクちゃん、中国ニンシー、デニス・アイラクちゃんであります。この2人が先頭2番手か、フェリックス・フィーグルは3着当たりなんでしょうか。5番手から最後、最終コーナーに中国ニンシーであります。